さて、県内は実りの秋を迎えていますが、佐渡市の果樹園では収穫前のりんごや梨が食べられてしまう被害が相次ぎ、栽培している農家からは悲鳴が上がっています。一体その犯人とは。無残な姿になったりんごに、地面に落とされた梨。佐渡市の果樹園ではりんごや梨などの秋の果物にある被害が広がっています。予想外の被害が出ました。特にお盆過ぎから早生のりんご、それから早生の梨、台風なんてもんじゃないようですね。今までこういうのが2、3個あっても、ここまで全体的にひどくなることは、自分の経験した中ではないかな。一体誰が犯人なのか。農園を取材すると、姿を現したのは鳥です。リンゴをついばむのはメジロ、枝にはヒヨドリ、そして園内を我が物顔で歩くカラス。佐渡市の農家によると、収穫前のリンゴや梨などがカラスやヒヨドリといった鳥に食べられ、今年は特に多くの被害が出ているというのです。結構食われてますね。この後にハチとかちっちゃい鳥が 後々つつきに来るもんで、我々収穫するのが早いか鳥がつつくのが早いか、ここが勝負なところなもんで、なかなか大変です。くちばしでつつかれ落下したものは売り物にならず、破棄するしかありません。9割ほど収入が減ったという農家もいるといいます。地面いっぱいに梨が落とされたこちらの農園、20羽ほどのカラスの集団がやってきて、実をつついて落とす様子が目撃されています。もうカラスが集団で回りまして、その被害は予想外の被害が出ました。やっぱり食べるものが山にはなくなって、それで査定を降りてきたんだと思います。佐渡市によると、今年は夏ごろから被害報告が相次いでいて、そのほとんどが主にカラスによる被害だといいます。これまで大きな被害がなかったことから、鳥の侵入を防ぐための厳重な対策を講じていない農家も多いという佐渡。防潮テープや花火を打つなどといった対策も、鳥がすぐに慣れてしまうため、効果を持続させるのは難しいといいます。これからリンゴの収穫の最盛期を迎える佐渡。鳥の被害がいつまで続くのか、農家の不安は募ります。